はい、こんにちは、ひびこです。うちのお風呂の鏡がとんでもないことになっています。まめに掃除をしていればこんなことにはならないと思うのですが、つい忙しくて掃除が後回しになってしまいがちなんです。鏡の水垢が鱗みたいになってしまいました。洗剤で洗っただけではこの鱗がなかなか取れませんよね。そこでこれです、モテギカズヤ。水垢取りではナンバーワンの実力ではないかと思います。だいたい1890円くらいで売ってます。使い方はシンプルです。スポンジなどにつけてこするだけです。少し固めのスポンジの方が楽に落ちますね。使用する量も少ないのでこれ1本でかなり長持ちします。腐るものではないので1890円でも長く使えますから、結局コスパは悪くないのではないでしょうか。ちょっと分離しているのでよく振ってから使った方がいいですね。力は入れずに軽くこするだけです。クレンザーみたいにゴシゴシこする必要はないんですよね。ではこすっていきます。くるくる回す感じで、鱗がすごいですね。これは絶対に普通の洗剤だけでは落ちないと思います。少し水をつけた方がいいかもしれませんね。その方がスムーズに伸びると思います。たくさん水をつけると薄くなってしまうので、ちょっと濡らすくらいで。水をつけると伸びが良くなるので力もいりませんし、水垢の落ちも良くなる感じがします。下の方もこすっていきます。だいたい2回くらいつければ全体に行き渡る感じでしょうか。この鏡は立ち上がって全身が映る大きさになっていますが、このくらいの大きさでも2回つければ OK ですね。力は本当に入れていません。軽くくるくるこすっているだけです。一度水で流してみます。かなり落ちてはいますが、まだ曇りが残っていますね。残ってしまっているところをもう一度こすっていきます。最初よりは光ってきているのが分かりますでしょうか。もう一回全体をこすっていきます。ちょっと足しますね。これで3プッシュですね。こんなにひどくなっていなければ2プッシュぐらいで足りると思いますが、だいぶ綺麗になってきました。鱗もなくなっています。ついでに鏡の周りもこすっておきましょう。鏡やガラスだけでなく、水回りのいろいろな水垢を落とすことができます。シャワーもついでにきれいにしておきます。気になるところは一気にやっちゃいたいですよね。
はい、では水で流していきます。綺麗になったのでライトがくっきり映ってますね。